はい、さあ走ってきました。今回も、はい、国道301号、今ね1時40分、はい、いつもの狭いところをやってきております。てかね、前に走ってる2トン車かな、なんかね荷台にね、なんかレーシングカートみたいなの乗ってるんですよ。見えるかな、めちゃめちゃね気になる、ちょっと乗ってみたいなっていうなんか普通のレーシングカートと違ってね、なんかでかいんですよね。カウルもついとるし、なんか違う部類のレーシングカートなのかな。まあ2トン車ってか、あれはないや1.5トン車かな。マジでか。ありがとうございます、上がってもらいました。でしたねよかったよかった、もうちょっとね下がってもらえないと曲がれないんですよ、トレーラーは。もうちょっと、もうちょっとありがとうございます、でも避けてもらったので、ね、感謝です。さあレーシングカートはどこぞへ行ってしまった。よいしょ、結構ね、ちょっと近くで見たかったなで、今日はちょっと、もうちょっと、もうちょっと、よいしょ、今日はね微妙なところで4トン車、あれは大型ナンバーやったんで増トン車かな。もうちょっとね、カーブのところではね、トレーラーもうちょっと、もうちょっと、もうちょっと下がってって感じでしたね。もうちょっと下がってじゃないと左側ね、引っ掛けちゃうんですよ。頭を出していかないとね。ダメなんですよ曲がれないんですよまあでも下がってもらったので本当ありがとうございます。
ごめんなさいね。あ、ではちょっと積み込み行っていきましょう。レーシングカートちょっと見たかったな。では後ほど。はい、さあ今ね積み込みが終わりました。今3時15分少しばかりね、ちょっと積み込みまでにちょっと待機がありましたけど、はい、なんとかね無事積み込みが終わりました。ちょっとね違うお客さんの方が見えてたみたいで、ちょっとそれを、ね、待ってから、はい、積み込みしましたね。まあ無事に積み込んだし、問題はこの狭いところをちょっと進んでいきたいと思います。やろうな。さっきはねちょっとガチやってしまったので、頼むよって思います。頼むよ。よいしょ。どうやろうな、どうやろう。本当に頼むよって思います。ちょっと窓開けてアイビームにして、このミラー見えないんですよね。こんような、カーブが見にくい。直線の狭いところやったらね、あ車来とるなとかわかるんですけど、カーブになっちゃうとね、車がどう来とるのかがわからない。よし、どう頼むって毎回祈りながら走っております。頼む頼む。はい、なんとか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 クリア。はい、車こかった。よかったぜ。さあ、あとは明日ハンダで降ろしましょう。とりあえず無事に通過できた。よかったぜ。今回もなんとか無事クリアできたので、はい、ここで終わりにしたいと思います。ほっとあとはご飯食べて休んでいこう。あとお風呂入ってね行きたいと思います。では今回はここまでにします。ではまた。